今回はトルクアータ、ハイブリッドの、ボトル投入を、行います。以前から動画で紹介してきたトルクアータ、ハイブリッド、ウカまでを動画でお送りしましたが、今回登場する幼虫は、それの子供です。幼虫です。アフリカのブンブンにありがちなことですが、小さい容器で飼育していると、加齢せずにある程度は待っていてくれます。カブトムシクワガタでそれをやると、しなびてしまうのでここはアフリカブンブンの強みだと、思います。1400cc の、ボトルにミカ水のラッシュレギュラーマットを、ふんわりと詰めたものに幼虫を入れます。先日のオーベルチュールオレンジサザナミの、ボトル投入と同じで、ミカ水のマットがベストです。投入が完了しました。たくさん浮かさせて色柄の変異を、観察したいです。20度で管理します。みんなも飼育してみてね。